2008年第38回ドレスデンチェスオリンピアードチェスオリンピアードは1924年以来国際チェス連盟により開催されているチェスの大会。近年は多摩数年に2年ごとに開催されている。第二次世界大戦前は毎年開催されたこともあった。政治的な理由により1936年と1976年には非公式な大会も開かれている。 チェスは多くの国の新聞などではスポーツとして扱われているがオリンピック競技としては認められていない。ファイドは国際オリンピック委員会のメンバーで IOC のルールに則っ,って競技を行っているがチェスが将来オリンピックの公式種目になるかどうかの見通しは立っていない。アジア大会では2010年と2014年に公式種目として行われた。 2020年のチェソオリンピアードはロシアのハンティマンシースクで行う予定だったがナインティ1 9の影響により2021年に延期、開催地もモスクワに変更された。2022年はベラルーシのミンスクで行われる予定である。男子チームの優勝杯は第3回大会のスポンサーとなったイギリスの富豪の名にちなみハミルトン・ラッセル杯と呼ばれている。優勝杯は 優勝国が持ち帰り、次の大会で優勝国に渡される。女子の優勝杯は、初代女子世界チャンピオンの名にちなみ、ベラ・メンチク・サカズキと呼ばれている。1970年チェスオリンピアードボビー・フィッシャーの第3戦での寄付用紙、第6回チェスオリンピアードの紋章中、第37回までは、ゲームポイント、つまり全体局の結果の合計。第38回からは、 チームポイント、つまり4曲中勝ち越しで2点、差し分けで1点、負け越しで0点。ありがとうございます。